knock it out the box, son. Knock it out the box, son. Good. Yeah, yes. こんにちは、山中大輝です。今日はですね、ここニューヨークハーレムに来ています。はい、まあ、こんな感じですね。そしてニューヨークだけではなく世界で活躍されているダンサーの秀樹さんに来ていただきました。こんにちは。ちょっとした自己紹介。あ、どうも、秀樹です。こんにちは、秀樹です。ニューヨークに7年ぐらい住んでいて、ニューヨークを拠点に、日本ももちろん、ヨーロッパや、他の州など、でショーやったりバトルに出たり、バトルの雑誌読んでいただいたり、いろんな活動をニューヨークからやっています。まあ、主にダンスを通して活動されているんですが、最近はどんなことをされているんですか？最近ではそうですね、7月に結構ダンスのバトルが多くて、はい、でそれにシカゴに行って、シティバーサーシティというイベントがあったんですけど、それで優勝したりとか、あと先週の日曜日もステピアゲームアップというニューヨークで、大会が続いて優勝したりとかが最近の、ここ最近の一番大きいイベントですね。やっぱりこう大会に出ることがやっぱりダンサーとしては多いですか？結構あのレッスンとかされている方も結構いますけど。そうですね、まだ教えるっていうよりはまだまだ現役でどん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 やっていきたいな。でちょっと先ほどですね、秀樹さんダンス以外にもダンスを通してやられてるっていうことがあるらしくて、ちょっとその辺のことを。そうですね、将来的に僕はダンスセラピーっていうのをやりたくてですね、で今学校で福祉の勉強していて、はい、でインターンで老人ホームで働いてたりして、でそこでダンスを使いながら、まあ高齢者の方とコミュニケーションを取ったりとか、あのリクリエーションの一環としてダンスを使ったりとかして、それでそうですね、まあ、いろんなことを勉強させてもらいながら。なんかダンスセラピーっていうとなかなか日本では聞き慣れない言葉っていうか、やっぱり音楽療法のような音楽セラピーっていうの結構あると思うんですけど、なんかそういうのをやりたいなと思って。そうですね、僕はダンス10年ぐらいやってるんですけども、そうですね、何かこう社会貢献できることないかなっていうのを考えて、それで今日本流れ的に2012年ぐらいからダンスが教育に入っていくんですけども、はい、でそれでもっともっとこう他のことを使えないかって考えた時に、やっぱり日本で一番問題になっているイコンのことが福祉だと思うので、それでそうですね、ダンスラピアを福祉老人の方に何か使っていけたらなと思って、はい、じゃあこれからもっと勉強してもっと専門的に、はい、なんか医療じゃないですけれども医学的にこう何かやっていきたいとかっていう感じですよね。ね、なんか将来的には歯医者に行くような感覚でダンスセラピーがすごい人と近くなっていったらいいなっていうのは確かにすごい、そのなんかこう身近にダンスがあってっていう感じで、なんか降りてもニューヨークだったら結構エンターテインメントとしてありますけど、やっぱりダンスっていうと習いに行くとかそういう感じのイメージが強いので、もっと楽しむっていう感じでできたらいいなっていうのを思います。そもそものダンスと出会ったりきっかけとかっていうのダンスに出会ったきっかけはですね、もともと中学生13歳14歳ぐらいの時に僕姉がいるんですけど、はい、姉の影響で始めたんですけども、中学校に行きながら特に勉強もせず遊びほうけて、はい、その時まだダンスをやってないですね。やってなかったんですよね。でその時にレイブ2001っていうダンスの番組があったんですけど、はいはいはい、それに姉が興味があって、それで一緒に見始めて、それでですね、あそれからそうですね、なんか自転車で、近くの公園だったりとか、うん、駅ビルだったりとか市役所とかにチャリンコでこう探しに行ってダンスを、はい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 、で見っけては話しかけてっていうので、姉のたまたま友達と会って、それでその方に教えてもらうようになって、ストリートやっぱり最初は習いに行くっていうよりかは、そうですね、ジャンルは何だったんですか？ハウスっていう。あ、もうじゃあ最初からハウスで、やっぱりそれが一番、まあ、メインというか僕の中の軸の踊りになってますね。はい、した。で、まあ、7年前にちょうどニューヨークに来たっていうふうにさっき聞いたんですけど、ニューヨークに来たいと思った理由とか来るきっかけってはですね、もともとはですね、その中学校時代に特にダンス始め、中学校3年生の時にダンス始めて、はい、で
まあ、その教えてもらってた方が、まあ、高校とかに行かず、ドカタをやりながらダンスやってっていうのを、で、中学校の時にそれを憧れてしまってて、あ、高校とかいいやと思って、で、まあ、ダンスだけでかっこよく生きていきたいなと思ったんだけども、でも当時こう、まあ、親にも姉にも、まあ、その自分が憧れてる人にもなんかみんなに高校に行くように説得されて、うん、で親と結んだ約束が高校卒業したらニューヨーク行く、はい、なんか無意識のうちになんかニューヨーク絶対ニューヨークだっていうのは、あ、もう自分の中にニューヨーク一直線みたいな。そうですね。実際にニューヨークに来てみてなんか変わったことっていうか、日本にいた時よりもなんか結構ダンスの面でも結構心境的にいろいろ変わったと思うんですけど、何かありました？変化っていうのは。そうですね、ダンスに限って言えば、はい、やっぱり世界が広がる、いろんな人に出会うっていうのは大きいですね。特にニューヨーク移民の街だと思うので、はい、そういう意味ではやっぱ出会いはすごい増えますよね。ああ、そうですね。その価値観、その人に対しての価値観もすごい変わったんじゃないかなっていうのは。なんかインスパイアされたこととかですか？それはダンスで。そうですね、ダンスで。ダンスに関して。ダンスに関して、日本って社会的ダンスの世界でもやっぱりこう、例えば上下関係があるとか、もっとこう社会的だと思うんですよ。でもこっちの方がもっとフリーなんじゃないかなって感じますね。エンターテインメントとしてなんかもっと自由な感じが。そうですね。周りもやってる方もそうですし、見てる方もなんかそういう自由さっていうのはなんかあるような感じがしますね。でもし今後チャンスがあるとしたら、なんかやってみたいこととかっていうのは。やってみたいことですか？やってみたいこと。もし何でもいいです。何でもいいからチャンスがあったらやってみたい。ダンスを何か使いながら。まあ、ダンスでもいいですし、他のことでも。そうですね。誰かと共演してみたいとか。そうですね。まあ、やりたいことを、まあ、一個の夢はやっぱり、さっきもちょっと軽く言いましたけど、うん、やっぱダンスセラピーっていうものに、で、何か人がこう、ね、別に喋れなくても何か感じれて笑顔になったり。はい。何かやっぱ人のために何かなるようなものをやっていって、それが本当に身近になっていったら一番いいなっていうのは。いいですね。うん、それが一番今思いつく。それを最終的に日本、それともやっぱりニューヨークがいいなって。世界征服できたりですね。確かにいっぱいなんかこう、なんか店舗じゃないですけど。そうですね。いろいろこう秀樹さんの名で、まあ最初はまあ日本で。日本で。そこから、うん、そうですね。確かにこうパイオニア的な感じで、やっぱりまだ日本の中でも名ダンスラップ小さいっていうか、マイナーではっていう感じはやっぱり。そうですね、あんまり。やっぱりもっと大きく。そうですね。やっぱりこれからこれからっていうところで楽しみではありますね。ということでですね、最後になるんですけれども、はい、今大切にしている言葉とか思いっていうのをですね、こちらのスケッチブックに書いて、手書きで書いていただこうと思いますので、はい、ちょっとこちらにお願いします。来ましたね。来ましたね。こちら、書いてくださいね。はい。これですね。サインじゃ。はい。いいですね。見てください。ちょっと言ってもらっていいですか。Do my best ですね。これはどうして。っていうのはですね、一日一日を精一杯楽しく生き切っていくのがすごい最近は大事だなってやっぱり思ってて、そうですね、特にプロセスを僕は楽しみたいなっていうのを一番心がけてるんですけど、どんなことをやるのもやっぱりうまいベストを尽くして生きていきたいな。やっぱりこれは大切ですよね。何をやるにしてもやっぱり、ね、やっぱり努力をすれば報われるっていうところで、それがやっぱりニューヨークの時の魅力でもあると思うので、うん、じゃあまだまだこれからですね、Do my best をして、はい、音楽じゃないですけど、ダンスを通して、はい、これからですね、世界に羽ばたいていこうとしている秀樹さんをですね、今日はお招きしてインタビューさせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うん。